ジェームズ・ダイモンは、アメリカ合衆国の実業家。アメリカ合衆国の4大銀行の一つである、JP モルガン・チェイスの会長及び、最高経営責任者を務めている。また、ニューヨーク連邦準備銀行においては2007年により、クラス A 取締役を務めている。2006年、2008年、2009年、2011年の4回、 タイム氏の発表する世界で最も影響力のある100人に選ばれている。インスティチューショナルインベスター氏の発表する最良の CEO リストにも2008年から2011年まで選出されている。2011年には今年の CEO に選ばれた。2011年度にはアメリカ合衆国内の銀行の最高責任者としては最高の2300万ドルの報酬を受け取った。 ニューヨーク市にて、ギリシャ系のセオドアダイモンとテミスダイモンの間に生まれ、ブローニングスクールに通った。兄が数と双子の兄弟がいる。祖父と父はシアーソンの株式仲買人であった。タフツ大学にて、心理学と経済学を専攻し、ある年の夏休みにはシアーソンで働いた。卒業後、ハーバードビジネススクールに入学するまで、 マネジメントコンサルティング業界で2年間経験を積んだ。ハーバード大学での同期生には、ジェフリー・イメルト・スティーブ・バークセス・クラーマンらがいる。ハーバード大学での夏休み期間中には、ゴールドマン・サックスで働いた。1982年に経営学習士を取得すると、サンフォード・ワイルの熱心な勧めにより、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンデー、リーマン・ブラザーズからの内定を、 断りアメリカンエキスプレスへアシスタントとして入社した。ワイルは投資銀行ほどの報酬は示さなかったものの楽しい経験を得られると説得した。ワイルは当時アメリカンエキスプレスの執行役副社長であったダイモンの父セオドアダイモンから息子が書いたエッセイを手渡されたことでダイモンに興味を持つようになった。1985年にワイルが 社内の権力闘争によってアメリカンエキスプレスを退社するとダイモンも後を追った。二人はコントロールデータコーポレーションから消費者金融であるプライメリカ社を買収し、ダイモンは最高財務責任者として会社の工程を図った。前例がない数々の合併と買収を繰り返し、1998年には世界最大の金融企業であるシティグループの設立に至ったが、 同年11月の週末休暇中に、ダイモンはワイルによって解雇された。解雇の原因は、ダイモンがワイルの娘である、ジェシカ・ビブリオウィッチの昇進を拒んだことをめぐる1997年の論争によるものと言われている。一方、その他の問題を本質的な原因として挙げる、報道も多く存在する。シカゴ大学における2005年の露偏談話及び2006年の ケロック経営大学院によるインタビューでは、ダイモン自身が解雇はワイルによるものであると答えている。2000年の3月になると、アメリカ合衆国で、当時5番目の規模を持ったバンクワン社の最高経営責任者に着任した。JP モルガン・チェイスが同行を2004年7月に購入すると、最高執行責任者に着任した。2005年12月31日に、 JP モルガンチェイスの最高経営責任者に選任され、翌年12月31日には取締役会の会長にも指名された。2009年には投資顧問会社のブレンダンウッドインターナショナルにおいてトップガン CEO の一人に選ばれた。2011年9月26日にはカナダ銀行総裁のマーク・カーニーと熱い議論を交わした。この中でダイモンは 国際金融規制であるバーゼル3の条項はアメリカの銀行を差別しており反アメリカ的であると述べた。2012年5月10日、JP モルガン・チェイスはダイモンが我々の全体的なクレジットリスクを回避するよう設計されているとした取引によって生じた20億ドルの損失を報告するための緊急電話会議を招集した。ダイモン自身の言葉によるとこの戦略は 結果で複雑で十分に見直されず実行も不完全で監督も行き届いていなかったとされるこの事案については連邦準備制度証券取引委員会連邦捜査局によって捜査が行われている JP モルガンが20億ドルの損失を計上した際ポール・クルーグマンはダイモンを次のように批判しているダイモンは金融改革を遅らせ骨抜きにし 台無しにしようと戦っているウォール街のものの、急先鋒だ。政府保障がある資金を保有する銀行が自己勘定売買、つまり顧客の資金を当機に使うことを禁止するボルカールールールに対する反対の表明にあたっては特に声を大にした。JP モルガンの社長は実質的に我々を信用してください。全て順調ですと言っていたのだ。 結果的に全くそうではなかったのだが、クルーグマンによると問題は、賭けが失敗したことではなく、金融システム運営の鍵を握っている。金融機関はそもそもそのような投機ビジネスとは一線を隠すべきであり、納税者の財政保障を受けているならなおさらであるという。ダイモンは2012年1月にボルカールールに対して次のように発言している。 ボルカールールの内賛同できる部分もあるが、自己感情取引を禁じた部分はそうではない。マーケットメーカーは重要だ。市民は我々が最も幅広く、最も深く、そして最も透明上資本市場を持っていることを自覚すべきだ。このような市場があるのは我々が莫大なマーケットメーカーを持っているからだ。もし、このルールが起案された、 当初のように書かれていたとしたならば、これから変更されると信じている。現状では、アメリカ国内でマーケットメーカーになることは非常に困難だ。中国の聖火大学経済管理学院で顧問委員も務めている。JP モルガン・チェイスの最高経営責任者として、2008年10月28日に不良資産救済プログラムにより、 アメリカ合衆国財務省から250億ドルの資金が銀行へ注入されるのを見届けた。この金額は不良債権化した住宅ローン関連の債権を処理するための同プログラムの営業により注入されたものの中で5番目に大きい金額であった。JP モルガン・チェイスは他の銀行よりも財務状況が良くタープによる資金を実際には必要としなかったと。 報道されているが、政府が株式資本の銀行だけを例外にしない意向を示したため資金注入を受諾した。2009年2月には JP モルガン・チェイスは自己資本をベースとして事業を買収していく方針を発表した。アメリカ政府が JP モルガン・チェイスに注入された250億ドルがタープの目的を果たすよう推し進めることは2009年2月までなかった。 この政府の行動力の無さについて2009年2月1日にダイモンは次のように発言している。JP モルガン・チェイスはアメリカの大手銀行休業の中で最も経営状態が良くタープの資金を受け取る必要がなかったと言われている。不良債権を抱えている小規模銀行がこの資金を受け取ることを奨励するため財務長官のヘンリー・ポールソンはこれら休業に対し タープの資金を受け取るよう、間際になって強制したと言われている。民主党員であり、オバマの故郷であるシカゴで働いた経験もある。ダイモンは2008年、アメリカ合衆国大統領選挙で、バラック・オバマが勝利すると、財務長官としてオバマ政権に加わるのではないかという予測もあったが、実際に指名されたのは、ニューヨーク連邦準備銀行総裁のティモシー・ガイトナーであった。 JP モルガン・チェースによるワシントン・ミューチュアルの買収後、ダイモンが指揮した不動産価格の暴落、信用危機、全米の企業に影響したバンク・オブ・アメリカ、シティバンク、ワコビアなど銀行の倒産危機への対応についてオバマは次のようにコメントしている。ダイモンは前アメリカ合衆国大統領、首席補佐官のラーム・エマニュエルなどを通じてホワイトハウスと親密な関係を持ち、 オバマ政権に影響を振るっている。また、ロイド・ブランク・ファイン、ビクラム・パンディットと並び、財務長官のティモシー・ガイトナーに自由なアクセスを持つ3人の最高経営責任者と言われている。しかしながら、オバマ政権の方針に公然と反対する姿勢も多々報じられている。2012年5月15日には、ABC のザビューに出演したオバマは、ウーピー・ゴールドバーグが、 JP モルガン・チェイスが20億ドルの損失を計上したことに関する質問に対し、無責任との批判に対しダイモンを擁護し、はじめに言っておくが、JP モルガンは最もよく経営されている銀行の一つだ。社長のジェイミー・ダイモンは世の中で最も賢い銀行家の一人だと述べつつ、しかし、この案件は調査されると付け加えた。 2012年の大統領選挙でオバマが再選された場合は現在務長官のティモシー・ガイトナーは引退する。このため JP モルガン・チェイスの最高経営責任者として金融危機をほぼ無傷で乗り切ったダイモンが長官候補となる可能性は高いと言われている。ジュディス・ケントと結婚しておりジュリア、ローラからの3人の子供がいる。ありがとうございます。